皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。日本相撲協会は1日、大相撲名古屋場所14日初日、愛知、ドルフィンズアリーナの新番付を発表した。脊髄損傷の大けがで昨年夏場所途中から7場所連続休場中の元幕内、炎鵬29イコール伊勢ヶ浜部屋は、西序の口13枚目だった。 三章受賞経験者の序ノ口天楽は、増野山、極大生に続いて史上3人目。その中でも最も低い地位まで番付を下げた。増野山は東序ノ口11枚目に番付を下げた16年秋場所で7戦全勝の序ノ口優勝を果たし、1年半後には幕下まで番付を戻した。 極大生は西序の口5枚目に番付を下げた22年九州場所から3場所連続で6勝1敗とし、復帰から4場所で幕下まで番付を戻した。幕内経験者が序の口まで番付を下げた後に関取復帰を果たせば史上初となる。脊髄損傷の大怪我から競技復帰という前例のない戦いに挑む炎鵬が、史上最大のカムバック劇を起こすことができるか。 名古屋場所の出場可否は不明だが、7場所ぶりに土俵に帰ってくれば大きな注目を集めることになりそうだ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。